やだわ髪型が今日そんなん言っても髪型がやだわ今日。髪型編集できるの？いつの間にそんな技術ついたの？はい、今日は何日でしょう？12月の2日です。今日12月の2日、まあ、12月初めの訪問行ってまいります。行ってます。今向かってます。向かってます。ただいま朝の今ね6時15分です。6時15分です。朝の朝です。暗い朝です。まあね、あの横須賀の方に本日2回目の訪問になるんですけど行ってきますので、はい、学校訪問依頼の方や、ね、お仕事関係の方は URL 貼っておきますのでちっちゃいお願いします。運転頑張ってください。俺の寝てる顔入ってない？いや入ってないです。入ってないです。大丈夫です、はい、任せてください。あゆ太郎チャンネル。どうもあゆ太郎チャンネルのあゆ太郎とめにゃんです。それとあまるめです。お願いします。お願いします。はい、今日はですねなんと2回目の訪問になります、はい、横須賀ドリームジュニアのみゆさんでーす。寒いのかな、大丈夫かな。はい、じゃあ今日はですね、まあ、2回目の訪問ということなんで、はい、まあ、午前中は練習して午後はちょっとねゲームチックなこともやりつつ、まあ、遊びも含めてやっていこうかなと思います。いいね。はい、はい、お願いします。ってことで早速やっていきましょう。レッツゴー、あゆ太郎チャンネル。はい、じゃあまず最初は肩を入れる練習します。あのケンケンの一本打ちをやるんだけど、やったことある？ある？ある？そう、それをやります。で、みんなのランダとかってやっぱ打っていく途中にだんだん肩がね開いてきちゃうの、こうやって。だからなるべく意識してほしいのはこっちのラケット持ってない方の手を一回グーって引いてあげる。で、打つ時に離して打つ。ちょっと一回やってみようか。大丈夫か。なるべく今回の練習は肩を入れることを意識してください。最初今からみんなにやってもらう練習はケンケンしてもらいます。で、ただこうやって出してもらって、ケンケンして打つ、ケンケンして打つ、まあ、この練習をやるんだけど、これの意味っていうのはケンケンすると打つときにグッて肩が入るのよ。打つときにこのままいい、こうは打てないからしっかり打つためだったら入って打つ、ほら入って打つっていう練習。一回この打つときにグッて止まって打つっていうのを意識してやってみましょう。ケンケンして、あ、オッケーオッケーオッケー。で、これがなるべくフラフラしないようにパンパン、そうそうそう、オッケーオッケーオッケー、ナイスナイス。で、もう一つ、まあ、肩を入れるってこととフラフラしないってこと。フラフラっていうのはこうやってこうとかこうとかなんないでしっかりこっからパン、ここからパン、これグッて止まる。これはまあ体幹の練習にもなるからちょっと意識してやってみて。はい、OK、頑張れ頑張れ。はい、できた？できた？できた？ふらついた？なんだろうな、ちょっと見ててあげるよ。しーもうちょっとね、みんな肩入れよう。そう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 、止まる、オッケー、頑張れ、止まる、オッケー。みんなもうちょっとあのこの止まる時間をちょっと長くしよっか。ちょっといいですか、はい、今みんなのこう来てこういう感じなんだ、はい、こうじゃなくて、はい、クッパンみたいな、わかる、ここの、はい、止まる、打つ、オッケー。本当は英語なんですけど、多分普通に出てきます。アマルメビートボックスって入れたら。おお、いい球打つな。もうちょい止まろう。グッ、オッケー。さあ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 、頑張って止まろう。止まる。オッケー。何も考えずに一本打ちするのと、ちゃんと考えてする一本打ちって。効果が全然違うのよ。で、今からみんなにやってもらう練習は本番に球が入れることができるような、まあ、練習なんだけど、じゃあちょっと一回見本見せます。単純に打つ打つ打つ。で、こういう一本打ちもいいんだけど、これだとただ気持ちよく打ってるだけなのよ。試合では変えない、試合っていうのは緊張であったり、ね、プレッシャー、その日の天候によっても違うから。じゃあどういう練習をするかっていうと、1球は自分の試したいことをする。例えば思いっきりこのまま
もう思いっきり試しに打ってみる。こんぐらいだとネットするのか、こんぐらいだったらアウトするのかっていうのを自分で考えながら1球は試す。だからこれはミスってもいい。このまま、あ、これなら入るなとか、1球は試す。で、2球目は絶対に入れる。どんな球でも入れる。もうしっかり、しっかり入れる。深いところに入れる。2球目はしっかり入れる。球を入れる。どんなことがあっても入れる。もうこれでミスったら、なんかちょっと罰ゲーム決めるから。でも1球目はミスっていい。これを意識しながら交互に繰り返す。ただの一本打ちでも自分の意識の中でそれがあるだけで違うから、試合で必ず入れるっていうメリハリを想像しながらやりましょう。じゃあちょっと連続でやってみるね。1球目は打つ、2球目はしっかり絶対入れる。例えばカット打ったりとかでもいい。全然1球目はロブ打ってもいい。でも2球目は入れる。 OK、 絶対入れるよ、絶対入れるよ。おい、ミスってるよ。2球目絶対入れるよ。そう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 、ミスってるよ。で、その感情が試合と一緒なのよ。試合の時に絶対入れなきゃいけない時に絶対入れなきゃいけないから、試合の後思って絶対入れなきゃいけないとこはもう入れる。頑張ろう。OK、 もう入れるよ。 OK、 緊張するべ。2本目しない、しません。すごいね。あのね、実はこれ2球目の絶対入れる方が難しかったでしょ。みんな緊張しない。ちょっと1球目は自由に打つから入るんだよ、球が。何にも気にしなくて、とりあえずなんかもう打とうって打つから入るんだけど、2球目の絶対入れなきゃいけないって考えると、みんななんかもうはーみたいななったり、ロブをこうやってこうなったりっていう、こういう、あ、今入っちゃった。こういうミスが多くなるのは、これ心理上普通なの。でも絶対入れなきゃいけないとこで絶対入れなきゃいけないんだよ、テニスって。なるべく 2球目の絶対入れなきゃいけないときは、あのレシーブのこの真ん中のラインより奥に入れてあげることを心がけて。ちょっと難しいんだけど、実はこれって絶対にミスっちゃダメって思いながらやる。で、自分にプレッシャー与えながら、試合ってそういう状態だから、心理状態。例えばファイナルのデュースとか絶対ミスっちゃダメじゃん。そういう場面が来るから、そこでこういう練習をやっとくと、あの、できるから、とっさに出るから、球を1本返すだけで相手がミスってくれるかもしれないから、そういうのを心がけてやりましょう。午後の部を始めます。戻るサーブやるんで、これ入った人は、どうしよう、プレゼント。 T シャツを送ります。送ります。 T シャツかタオル。まあこれ多分みんなで、俺できないと思ってやるから。5人もできちゃったら困るんだけど。時間決めます。あ、時間なかった。はい、時間は僕の風加減で勝手に決めます。いや、そろそろ慣れてきたなと思ったら打ち切る。じゃあやりましょう。で、これ終わったらちょっとゲームとかいろいろやっていこうと思うんで、お願いします。お願いします。はい、相当行くもんすね、みんな。行くもんだよ。じゃあ、まあ、ちょっと監督さんに送りますんで。
待っててね、はい、待っててください。待ってて、適当に詰め合わせをはい、まあこういう、まあ、遊びのように見えて実はね結構ねこう回転を操るとかそのなんていうのボールタッチセンスっていうのかなっていうのを磨けるんで、まあ、こういう遊びとかもね休み時間とかにたまにはやったりして、男の子とかね結構好きなんでこういう遊び、女の子とかあんまやんないんだけど、まあ、こういう遊びから、ね、学ぶこともあるから練習中は真面目にやってこう緩む時とかにちょっとみんなで遊びながらやってみてください。今から突き練習をします。前入ってるよ、入ってる、うまい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 、いい感じだったのに今。やばい。やったー！ラッキー！頑張れ！うまい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 。いいね。取れるよ！頑張れ！あゆ太郎チャンネル。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。最初にちょっと紹介したんですけど、ハマルメイさんはもう YouTuber で活動してて、で実はテニスじゃないの、音楽のビートボックスっていう、わかる、あの口で音を出すやつなんで、そのチャンネルを運営してる方で運営というかね、運営してる方で、で、まあ、すごいパフォーマンスを持ってるので、もしよかったら、まあ、このパフォーマンスがいいなと思ったらチャンネル登録してあげてください。ひとパフォーマンス、お前の好きなやつね。はい、お願いします。あ、みんな座ろうか。このね、反響が何もないとこでやるの初めてなんだけど。静かに。Yo, ladies and gentlemen. あゆ太郎チャンネル。全能がやっぱ大変だね。全能大変ですね。全能が大変だ。器用だなってはいけないし、あと前後の動きできるやつが超強いね。それできない、マジで。今日後ろ全部任せました。俺だって中途半端なやつもちょっとあれはあれで正解ですけどね、別に。あ、だからもうお前のトップで威力あるから自分の負けたやつ。実際意味あるかないか、決まるか決まんないかっていうと、ベースラインから打ってめっちゃ決まんないんだけど、何がでかいかっていうと、そこまで全員が追えるんだっていう、相手の声に、そう、あ、ここまであいつ追えんだってなった時に、次同じボール打った時に下がった姿を見せると、もっと深いボール打とうとするからアウトしてくれるの、勝手に。だから動かなくてもポイント取れるみたいな。全員プレッシャーの塊じゃないですか。そうそうそう、あ、マジでプレッシャーの塊だよ。意外と試合になると、ね、取られたくないから、声は。だからそれがもう、ゼロポイント、ゼロミスので、ふーってやるだけで声がミスってくれるみたいな。そうなんだよね。一個一個だから潰されてるから、ね。あ、もうそうか、打つとこはないんだ。だから、あの、全員がこうクロスに乱暴にするけども、なんか、一回取られると、もっと引っ張んなくちゃ、みたいになって、そう、引っ張りすぎてアウトになっちゃうみたいな。全員が一緒にくっついてちゃう、俺も。そうそう。でも、逆黒と、逆黒からのストレートは、シュートかけてますね。逆黒から、逆黒に来て、回り込んで、ストレート抜くとき、僕、シュート回転かけてますよ。嘘？あの、こっち回り込んで、こういったときは、パーンっていきますけど、
外に行った時、うん、僕シュート回転バーンってやるとこう入るのこう入るんですよ。ああなるほどなるほど、こういいんですよすげえな。クロスのトップ打ちとかも実は若干そっちで打ったりしますよ。おー税が出てきた時にそれ使いますんですよ。まあ、検索出てきたと思ったら、ね、ここでグッて親指に近いるとキュンっていくんでただ逃げていかないんでボールは。そうだよね、決定打にはならないし、まあ、使えるとしては逆クロのこっちに今日ちょっとショートクロス気味ってたような、うん、こっちにすげえな、お前よくそれ、あれなの狙えるな。ペンって抜くと狙うというか、まあ、抜き方の問題なんだよ、単純に。バーンと厚く当ててからそのままドフラッと小指から行くのか、バーンと当ててちょっと逃がしたかったら力抜いてフッてこっちになんかヘッドを倒すと、こう、いくみたいな。なるほどね。サーブが全部シュートだし、あれはね、うん、いや、中学生のサーブあるあるだよ。あでも、まあまあそうだよ。あれはね、傘が低くて、なおかつ入れようと思うとこうなる。こうなる。